アミノ酸年代測定法とは、考古学や法科学のために使われる理科学的年代測定法の一種。生物の意外からアミノ酸を採取し、そのラセミカの程度で年代を測定する。自然界でアミノ酸が作られるのは、ほとんどが生命活動によるものであり、そのほとんどが L 体である。アミノ酸の L 体と D 体とは、いわゆる立体異性体であり、両者は、 数千年から数万年かけて少しずつ互いに入れ替わる。そのため、骨に残ったアミノ酸の L 体と D 体の比率を調べれば、そのアミノ酸がいつ生成されたものかがわかる。この方法は、アメリカの物理学者、フィリップ・アベルソンが発案し、ジェフリー・バーダーが発展させたものである。例えば、アスパラギン酸は、ラセミカの速度が速く、気温摂氏20度であれば1万5000年で、 L 帯の半分が D 帯に変化する。この半減期は実測によるものではなく、放射性炭素年代測定の結果からの推定値である。炭素14の半減期は約5730年であり、アミノ酸の半減期はこれよりも長いため、約5万年が限界の放射性炭素年代測定法に変わる方法として期待された。しかしながら、この方法には、 欠点も見つかっている。アミノ酸のラセミ加速度は温度の影響を強く受ける。そのため、測定する物質がさらされてきた温度がわからなければ、正確な年代を決定することができない。また、バクテリアや菌類によるアミノ酸の分解も誤差の要因となる。この後、電子スピン共鳴を利用した年代測定法等も見つかったこともあり、アミノ酸らせみ加年代欠情報は、 年代決定法の主流にはなっていない。ただし、海底の形質体積物の10万から100万年程度の年代を決定する場合など、他に適当な測定法がない場合には、有効との報告もある。また、温度の影響を受けることを逆手にとって、古代の気温を推定する研究も進められている。アミノ酸の L 体から D 体への添加は、摂氏十七度付近で起こりやすく、 生体内ではたびたび発生している。発生した D 体のほとんどは生理作用により体外に排出される。しかし、歯のエナメル質や増下質に取り込まれた D 体は体外に排出されず、年齢とともに蓄積してゆく。そのため、歯に含まれるアミノ酸の D 体と L 体の比率を調べれば、遺骨の推定死亡年齢を知ることができる。 波中の D 体の濃度は死亡年齢10歳であれば1%、60歳であれば3%程度である。この方法は1000年前までに信頼体であれば適用ができる。過去1000年以上になると化学反応による L 体と D 体の添加の影響が無視できなくなるため、この方法は適用できなくなる。考古学だけではなく法医学にも使われることがある。 摂氏100度程度の高温下でも6時間程度であれば化学反応によるラセミカはほとんど発生せず誤差の要因になりにくい。歯が変色している場合にはサンプル表面だけで評価すると誤差が大きくなる場合がある。小子体の歯であってもコラーゲン性ではないタンパク質で評価すれば誤差は少ない。ラセミカの程度はアミノ酸の種類にもよりアスパラギン酸は らせミカの速度が速い。骨は組織が常に入れ替わっているために、歯の代わりに年齢特定に用いることはできない。肺外でも大脳白質や水晶体では年齢との相関が認められている。分析にはクロマトグラフィーを使う場合が多い。歯の完成期は歯の種類にもよるため、年齢特定には種類ごとの補正が必要である。この補正を正しく行えば、 相関係数0.991という高い相関が得られるという報告もある。ラセミカ天然におけるラセミカ。ありがとうございます。